ございます。朝は今7時回ったぐらいですかね。時刻は今日は5月6日になります。今日はちょっと目標が少しあって、タケノコを湯がいていきます。はい、こちらがね、今日使うタケノコ、はい、こんな感じ。使う釜ね、アク抜きはこのか、これを使用していきます。はい、一応これをね、湯がいていきます。今水とタケノコだけで、この小ぬかを、入れて湯がいていきます。まずはちょっとね、火起こしから。これで下処理が出来上がり。はい、じゃじゃーん、美味しそうなタケノコご飯が出来ました。やったぜ。は
い、続いて自家製メンマを作りました。これも美味しそうですね。はい、でその隣にはうちの畑で採れたナッパ、こちらと合わせて今日はお昼をいただいていきたいと思います。いただきます。